はい、10月10日木曜日の夜11時40分です。今日ですね、ヤフーショッピングで頼んだ中古の DVD 12枚が届いたので開封します。外見はですね、こんな感じでですね、まあプチプチっぽいビニール袋で包んであります。はい、開けました。はい、こんな感じですね。ディスク本体と、DVD ケースに挟まってるこういう紙ですね。じゃあ順番にね、紹介していこうと思うんですけど、その前にこれとこれを分けますかね。あ、一緒になってんのか。じゃあ、順番に見ていきます。ちょっとね、映画の内容詳細については、個人で調べていただくようにお願いします。私もこれから見るので、内容よくわかりません。こちらが、スティーブ・ジョブズ・ラストメッセージ、天才が残したもの。という映画ですね。で、それから2枚目。この裏が、レオナルド・ディカプリオと渡辺謙さんも出てるインセプションっていう映画の DVD ですね。びっくりした。これブルーだったんで、もしかしてブルーレイディスク買っちゃったかと思いましたね。ちょっと焦りました。はい。で、次が、スティーブ・ジョブズ。誰もが知る天才の誰も知らない真実。アシュトン・カッチャー主演作。こちらですね。で、もう一本が、これも、スティーブ・ジョブズですね。まあ、今もスティーブ・ジョブズよりも、イーロン・マスクの方が天才と言われてて、本当はね、イーロン・マスクの生涯が見たいんですけど、多分ね、本が一冊、あるぐらいで、本当に、こう、生き様に迫ったような作品が今ないと思うので、映像は。まあ、とりあえずね、スティーブ・ジョブズを買いました。こちらも、スティーブ・ジョブズ・レンタル専用 DVD ですね。はい、2本です。それから、これちょっと置いといて、こちらですね、大阪ヤミキンと、大阪ヤミキン2ですね。ディスクはこちらです。大阪ヤミキンと大阪ヤミキン2。これはですね、このショップさんがディスク12枚まで送料が250円なんですけども、欲しい DVD が10枚で止まってしまって、残り2枚ね、どうしてもね、欲しい映画が、見つからなくて、で、私ね、5月9日で、その日中に注文したかったんで、まあ、なんとかね、2枚ないかなと思って探して、こちらの大阪ヤミキンが2話2枚完結だったんで注文しましたね。ちょっとね、まあヤミキンの世界なのでブラックなんですけれども、たまにはね、ストレス発散だったりとか自分の知らない世界を覗くっていうのもいいかなと思って購入しました。はい。で、次ですね、SF かな。こちらが世界の静止する日。これは古い方の作品ですね。世界の静止する日。と、それの、なんて言うんですかね。リメイクみたいなやつで、キアヌ・リーブス主演の世界が静止する日。で、こちらは世界の静止する日で、こっちは世界、地球が静止する日ですね。はい。地球が静止する日。で、なんか、こちらのキアヌ・リーブスさんの方の作品はあんまりレビューが良くないんですけれども、2枚セットでね、100何十円、200円弱とかだったので、まあ、2枚セットで買うしかないかなと思って、他のショップとも比較したんですけれどもね、2枚セットの方が安かったのでね、こちらにしました。で、これが、ハッピーデスデイですね。あら、ディスクが出ちゃいました。これのハッピーデスデイ U2 っていう2作目のはね、買ってたんですけど、ちょっと前回、このハッピーデスデイの1番目の作品が、安い値段でね、どこも出てなかったんで、買いそびれてまだ見てないんですよね。なので今回、こちらの1作目を買って、こちらを鑑賞してから、以前購入してた、ハッピーデスデイ U2 っていうやつを見たいと思います。ディスクはこちらですね。はい。で、それから、これですね。マルコビッチの穴。これもね、なんか、ジャケットが結構インパクトがあるので、昔から名前は聞いたことあったんですけれども、まあ、正直、興味なかったというかね、なんかこう、スルーしちゃってきてて、でも、今回映画を選ぶにあたってね、レビューを見たらすごく高評価だったので、一回は見た方がいいと思い、購入しました。こちらがディスクですね。なんか、
の、この紙自体は、なんか色あせてるのか、もともとの色なのか、なんか、あせてますね。はい。で、最後ですね。こちらが、実録裏仕事誌完全収録版ですね。こちらが、ドキュメント、実録裏仕事誌完全収録版。これは、確かオレオレ詐欺、あ、これですね。オレオレ詐欺とか、架空詐欺とか、振り込め詐欺とか、闇金融の、仕事を実際にされてた方で、まあ、インタビューみたいな感じになってるらしいです。それもね、面白そうなのでね。こちらは2015年ぐらいなので、ちょっと古いんですけれども、まあ、すごい古いわけじゃないので、安かったのでね、100円だか110円だかで購入しました。はい。で、こちらの裏にスティーブ・ジョブズの真実っていうのがあるのかな？はい。って感じですね。はい。以上で12枚です。あ、中にありましたね。スティーブ・ジョブズの真実。これが、こちらのディスクになります。というわけで12枚届きました。